ショットはアメリカの会社、ショット社が展開するファッションブランド商標名のこと。ショット社は1913年ニューヨークのイーストブロードウェイでショット兄弟によってレインコート屋として創業された。日本では上野商会がショット社からライセンスを取得し、日本市場向けの製品製造、販売をショット本社からの輸入品と合わせて行っている。 1913年、ニューヨークのイーストブロードウェイで、アービーン・ショットとジョン・ショットのショット兄弟によって、レインコート屋として創業された。第二次世界大戦期には、軍用の P コートや A-2 フライトジャケットを製造していたが、その後アメリカの警察の制服を製造するようになった。ショット社は1928年に、世界で初めてジッパー開閉式のライダースジャケットを、 製造したことでも知られているが、このライダースジャケットは1953年に公開された映画ザ・ワイルド・ワンの影響で一躍人気商品となった。日本では1970年に日本公開された映画イージー・ライダーの影響によって広く知られるようになった。日本では上野商会が代理店契約を結び輸入販売を行っている。また、ショット社から ライセンスも取得し、日本人のニーズ、体型に合った細身シルエットのオリジナルライン商品をデザインし、中国工場で生産したものを日本国内で販売展開している。ありがとうございます。